原编里在东京过着一周只要工作两天的生活，出版才不是卤蛇后意外受到欢迎。今年十月他来到台湾 long stay， 想在台湾尝试看看一两年的隐居生活。他在台湾的一天是怎么过的？他曾是穷忙族，每天工作明明没买什么，钱却还是不够用，后来选择在日本度过六年的隐居生活。现在的想法是，いくらお金を持ってるかよりも今自分が楽しいかハッピーかっていうことを、まあ、昔から優先してきたからだと思います。いやもうそれが隠居してから毎日が本当に天国みたいで一人でいることがすごく好きで楽しいです。その断捨離するときに目安にしたのは、自分が欲しいものじゃなくて必要なものを取っておくようにしたんですね。欲しいものはまあ別になくても生きていけるものなので、必要なものだけを取って、とりあえず本当に衣食住に困らない生きていけるだけのものを残していくようにはしました。あと本が好きです。 すごく好きな作家さんのサイン本とかは取ってあります。未来のことを心配する前に今日の自分をしっかり生きるっていうか、今日の自分をしっかり生きればあとは未来の自分がこう